なんだっけ、なんか集合、あ、ひらがな、ひらがな、と、オッケーポストされたかな。やーちゃんこんばんは、こんばんは好きな人がいっぱい来てた。なそなそ好きな人、あらありがとうポストされた、大丈夫たまにされないから、めっちゃ鼻いいんやん、びっくりした、今気づいたわコメントばっかり見とって今気づいたわ。うわお、ハロウィーン、わお、おばちゃんおばけありがとう顔まで、うん、そう、通知できた、お、通知いらっしゃい、充電 22% しかないの？ちょっと待って、尽きるまで見てくれるってなんかなんか申し訳ないけどね、うん、見てね充電器はないのか、近くに。こんばんは、早いね、早い早い、流れが早い、いっぱいありがとうね、ギフト送ってくれてね、コメントしてくれてね、ありがとうね。今日はですね、なんと ST48 の七並べというゲームアプリがあるんですけれども、そちらのですねランキングを第65回から読みます LINE 来たそう、あ、聞かたくってない感じ、帰宅途中なのね、持て、充電持て、そう、65回はね、そう、結構前になっちゃうんですけど、でも本当にショールームでね、こう毎月ね七並べの俺を読んでいるんですけれども、忙しくってね、そう、ツアーとかあったんですよ、結構ツアーとかあって、ひなフェスとかもやり始めたじゃないですか、ショールームで。なんかそれもあってなんかね、バタバタしちゃって、ショールームでねなかなかお礼を言えずにいましてですね、なので65回という大変昔になってしまいましたが、ちゃんとお礼を言いまして、読んでいただきますので、よろしければですね、皆さんはパチパチパチってコメントしたり、おめでとうとかコメントしたりあ、自分だみたいな、そう言ってくれたらいいんじゃないかなと思いますね。みちょ、はい、ではでは読まさせていただきますよ。みんな来てくれたかな、ランキング、ランキング読むけど集まった集まったがな、まずは第65回岩田ひなちゃんのそのメンバーの中のランキングは第10位でした。てーんてーんてんだったので、七並べのね、神セブン、七並べ神セブンさんをねお読みします。第7位はドロロロパパーン、富士441号さん、おめでとう。第6位はドロロロパパーン、ヒロンチュさん、なんか星ヒロンチュ星さんおめでとう、パチパチ。そして第
5位はドロロロパパン、お魚くんおめでとう、パチ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 、あの初めましていらっしゃい。魚。そして第4位はドロロロパパン、ライカポール、こういう顔文字のさん、おめでとう、パチ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 、ありがとうございます、イエイ。ということでここからは表彰状をお送りします。第65回はどれだ、あった、第65回の表彰状いきたいと思います。ダーンダーンダーダーンダーンダー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 ンダーンダーン、バナナの隣さんです、おめでとうございます。サイン、スクショできたかな。第65回おしめイベントにて第3位になったことをここに称します。遅くなりごめんね、ゆうちゃんからの表彰状でした、おめでとう。ゆうちゃんのセルフ BGM、 そう、全部全部セルフ BGM でお送りします。そして第2位はパンパンパパンパンパパパパパンパンパン、ヒロさんです、おめでとう。出たかな。はい、第65回おしめイベントにて第2位になったことをここに称します。遅くなり申し訳ない、おめでとう、パチパチ、おめでとう。よし、そして、あ、なんか擦れてる、ちょっと待ってよ。はい、やる第1位を発表していきたいと思います。よいしょよいしょ、釣れてないね、よいしょ。はい、やる第1位はパー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 、トムトムアットタコレイさんです、おめでとう、1位。ふふふ、おめでとう。はい、第65回おしめイベントにてあなたは第1位になった、ん、あなたは第1位に輝いたことをここに称します。遅くなりごめんね、なーちゃんよりタコレンなので、タコ会いたいなーのタコ。おめでとう、おめでとう。そして続いては第66回笑ったらムスタ、第66回、はい、第66回が可愛い、なんて可愛いお茶目のひなちゃんなんだ、読んでいきたいと思います。第66回はひなちゃんのメンバーランキング第5位でした。すごーい、なんかなんでこんなに前の月よりも 5位もランクアップしてるんだってぐらいアップしております、ありがとう。はい、では七の目神セブンさんをね、あの読んでいきますよ。うん、第66回の神セブンさん、第7位はドロロパパーン、太郎さんです、おめでとう。そして第6位はドロロロパパーン、おばちゃんです、おめでとう、パチパチ。第5位はドロロパパーン、もじゃもじゃさんです、おめでとう、もじゃもじゃ。そして第4位はトロロパパーン、ツーさんです、おめでとう。はい、そして、3位からはですね、表彰状をお送りいたします。
66回あったこちらですね。第66回推しメインイベント第3位はパーンパーンパーパーンパーンパッ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 パンタンタンポンタさんです。おめでとう。シャイシャイシャイバカに騒ぎではありません。第66回の締めイベントにて第3位になったことをここに称します。遅くない、ごめんねおめでとう。あ、わーありがとうって言ってくれてる。おめでとう、ポンタさん。ポンタ、おめでとう。実で第2位も発表していきたいと思います。第2位は、パーン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 、パッ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 パン、パン、パン、赤ちゃんです。おめでとう。2位、ピース、ピース。第66回締めイベントにて第2位になったことをここに称します。遅くなりごめんね、ありがとうありがとう、おめでとう。そしてハイアル第1位さんも発表する前にちょっと私はね、この1位さんのやつうん、66回でしょ。歌は大丈夫だよね。あとここも変えるのか。よいしょ。はい。ちょべったべたか、ティッシュを持ってきてなかったです。はい。ちょっとティッシュを持ってきますんで、少々お待ちください。すぐ帰ってくるんですけどね。よいしょ。ただいま。よいしょ。ティッシュをね、出てきたよ。キスキスと。よし。なんて書くんだっけな、1位の人。はい、確認いたしました。1位確認。よし、書きました。それでは第66回おすすめイベント第1位に輝いたのは、タンタンタタンタンタカタカタンタンタン、ソウルメイトさんです。おめでとう。1番、おめでとう。あなたは第66回推しメインイベントにて第1位に輝いたことをここに表します。遅くなりごめんなさい。おめでとう。太鼓太鼓はやらないかもしれないけど、よし。そして
第67回ですね。次は第67回もお礼を言いたいと思います。ではでは、第67回はですね、あれ、あ、本当だ本当だ60回になってたね。もう一回スクショタイムを、はい出た、すいませんでした。はい67回を読んでいきますよ。67回は私のメンバー順位は第7位でした。しならべの7はい、なので神セブンをね読みますよ。今回も第67回第7位はキクリンさんです。そして第6位はソウルメイトさんです。おお、1位だった人おめでとう。666。そして第5位がタロンさんです。おめでとう。ここ。そして第4位がトムトムアトタコレンさんです。おお、さっき1位だった人ですね。おめでとう。そして第3位が、あ、ね、表彰状、表彰状。67か。67。これか。よいしょ。第3位が、あ、いや、ドゥルルルっていうの忘れてた。ドロロパパーン、キクリンさんです。そして第6位がドロロパパーン、サルミッツさんです。そして第5位がドロロパパーン、タロウさんです。そして第4位がドロロパパーン、トムトムタコレイさんです。はい、おめでとう。よしミスしても可愛い。ミス続き、ミスの連続第3位がじゃんじゃんじゃじゃんじゃんじゃ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 んじゃんじゃん、赤ちゃんでーす。おめでとう。シャイおめー。第60の公式イベントにて第3位になったことをここに称します。遅くなりごめんね、涙、おめでとう。そして第2位はじゃんじゃんじゃじゃんじゃんじゃ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 んじゃんじゃん、もじゃもじゃさんです。すごい何回もランキングに載っております。第60の開始イベントにて第2位になったことをここに称しますよ。遅くなりごめんよ、引きなしょう。おめでとう。はい、そしてですね喉が、今日は喉を酷使してるお仕事だったから、喉がやられた第1位もね発表しますよ。よいしょ、キシキシ、キシ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 、よいしょ、キシたら第1位ね、この方です。クキクキタイム、どっちをかな、7回だっけ、
あっちゅる、あっちだ。では発表していきます。第1位はじゃーんじゃーんじゃじゃーんじゃーんじゃ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 たんたんたんつーさんです。おめでとうございます。1位ですよ。第67回おすすめイベントにて第1位に輝いたことをここに称します。遅くなりごめんね。タブ。なちゃん、タブです。ピヨーピヨー。サインとは違うね。ひよこを書きました。帰りしゃ。ピヨピヨです。よし。続いては第68回を読みます。68回の私のメンバーランキングは第8位でした。パチパチの8位。はい。そして第7位はドロロポポン、おばちゃんです。おめでとう。88じゃない7。そして第6位がドロロポポン、トマトマとタコレイさんです。よいっぱいやってくれてる、ありがとう。そして第5位がトロロパパーン、タブローさんです。いっぱいやってくれてる、本当にいつもありがとう。そして第4位がトロロパパーン、赤ちゃんです。すごい、私の7秒みんないっぱいやってくれてる人だ。そして第3位も賞状します。68はどこだ、あったぞ。はい、第68は8の3位はじゃーんじゃーんじゃじゃーんじゃーんじゃ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 んじゃんじゃーん、ポンタさんです。おめでとう。シャイ。あなたは第68回締めイベントに第3位になったことをここに称します。おめでとう。そう、これがもう先月だよね。なので、謝ってない謝ってない。そう、そして第2位がじゃーん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 、じゃんじゃ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 んじゃんじゃん、つーさんでーす。おめでとう。2位、あとは第68回おじめイベントにて第2位になったことをここに称します。おめでとう。2位、また対戦しようね。10点10%になってる大丈夫。じゃあ赤い、ありがとうありがとうありがとう。はい、そして1位はですね、表彰状、でっかいやつ送りますからね。よいしょ、キシ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 、よし、誰だ？お、
第68回推しメインイベントランキング第1位はタンタンタタンタンタタタタンタンタンもちゃもちゃさんです。おめでとうナンバーワンナンバーワンナンバーワンもちゃもちゃさん、あまりにマフローがでかくなっちゃった。でもこんな感じだよねはい、おめでとうございます。そして第69回、先月のランキングでございます。読みますね。どこだ、あったぞ。よいしょ。第69回私はメンバーランキング8位でした。お、変わらずでしたね。パチパチはい、そして七並べの私のランキング神セブンさんは、第7位はドロロロパーン太郎さんです。どう、いっぱい言ってくれてる、ありがとうそして第6位がドロロパパーンしつけさんです。嬉しい、おめでとう。そして第5位がドロロパパーンポンタマルちゃんです。おめでとう、マル。そして第4位がトロロパパーンもじゃもじゃさんです。すごい、1位になってまた4位になって、すごい。そして第3位がじゃーんじゃーんちゃじゃーんちゃーんちょこちょこちゃんちゃんちゃーんおばちゃんです。おめでとう。シャイン、あなたは第69回推しメンイベントにて第3位になったことをここに称します。毎月頑張って偉いね、よしよしですよ。うさぎうさぎ顔文字。はい、そして第2位はちゃーんちゃーんちゃちゃーんちゃんちゃ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 んちゃんちゃーんつーさんです。すごい、あれすごい今日いっぱい表紙をジョギットしてるんでは。第69回推しメンイベントにて第2位になったことをここに称します。2ヶ月連続に過ごしすぎ、えらいねーって書いてます。この顔文字おもろい。はい、そしてはい、やる第1位の発表をします。今月最後だね。キシリアルナスと、あれ着ないねみんな言ってくれてありがとうね。本当になんか一気にさ、俺を言っちゃう感じになっちゃったけど、本当に感謝です、ありがとうね。わあズリーってなっちゃう。何書こうかな。イラスト描くとき真剣すぎてない、毎回私。真剣だからやっぱり。
イラストにね命かけてっかな。なんかすごい初見がいっぱい流れてきた。びっくりしちゃった。あ、乃木坂さんから流れてきてくれたの。やん、はじめまして。島流しに会っているみんなが照れる照れる。今しだらべのお礼言ってるか。乃木坂さんも知らないの、きっと。きっと乃木恋しか知らないだろうけれども、 ST にもねあるんですよ、ゲームアプリが。それのランキングのお礼を言っております。すみません。ありがとうございます。島流し、はい。第1位はチャーンチャーンチャチャーンチャーンチャカチャカチャンチャンチャーン、赤ちゃんです。おめでとう。1位、おめでとうねー。はい、これは赤ん坊。はい、いつもありがとう。やっと読めたん。赤ちゃんで1位はすごい。そう、赤ちゃんなのに1位。生まれた時から七並べやってるんだろう、きっと。頭良くなるね。よし、ということで七並べのランキングでした。パチパチー、みんなおめでとう。ランキングに載ってないみんなもおめでとう。初見さんがいっぱいでびっくり。ああ、ありがとう。そう、あ、すごい宣伝してくれてる。ST コンテンツ、岩田ひなちゃん二十歳ですって言ってくれてる。よろしくお願いします。そう、 ST よく飛ばされるけど漏れなく可愛いなって。嬉しい。 ST 確かにみんな可愛いので、あのぜひぜひ、うん、岩田ひなちゃんも押してみてはいかがでしょう。乃木坂さんから島流しにあった皆様、よろしくお願いしますね。うん、そう、してよってと1期生です。そうです、1期生です。1期ちょうど再販中だね。お話し会も待ってます。リアルで会えるのとオンラインで会えるのがあるので、どっちでも会いましょうね。なっちゃんはどっちも会えたら嬉しいタイプの人間なので。どっちも嬉しかです。スケンじゃないということ前にも来たなって。前にも島流しにあったか、何回かあるんだよね。私のとこに流れてきちゃったよーって人。そう、フォローしといて。うん、こいつには会ったことあるっていう印を、ひなちゃんにフォローというハートの印つけといて。島流しって言わんけ、なんて言っとるきみんな。ね、あ、フォローしました、出る、嬉しい、ありがとう。ひなちゃんにはもう会ったことあるってこと、ラブってこと。話し会では噛みたいよ。噛みたいよで有名です。つっちゃうんで。うん、あれ、すぐにハートがピンクになってる。もうそれは前に好きだなーって思ったんじゃないでしょうか。
うんうんうん、甘々ボイスが止まらない子です。嬉しいな。シティなんかショールームやってる子いいから遠く遠いよね。そうだね、シティはみんな、うん、ショールームやってるかな、よく。うん。あ、そうだよ、シティホテルのツアーでガールズルール歌ってました。そうなの、私ね、誰のポジションだったでしょう。急にクイズ。私はガールズルールで誰のポジションだったでしょう。チクタクチクタクチクタク。見てないよーって、わかんないよーって方が多いと思いますが、私はですね、星野みなみさんのポジションでした。バスタオルを巻きつけての歌われの人。さあ、何もやったな。何もやったやろう。懐かしい、もう懐かしいか、夏のツアー早いね。もう懐かしいなのか。まあ確かに、なんか今日眉毛困ってる、私困り眉に変えちゃった今日。眉毛困ってる。まっすぐ描いたつもりが困り眉に描いてた。ツアー行ってみたい。ぜひぜひぜひ。うんうんうん、そう、困り眉、昔のひなちゃんみたいね。私昔すっごい困ってたの、眉毛、なんか地の眉毛が困っててね。だからね、そう、こもり眉になってたの昔。昔はさ、やっぱ14歳とかだからさ、こう学校あるからさ、眉毛剃っちゃダメだったのね。もうボーボー眉毛だったから。地の眉毛が困ってるから私。そうだからさ、こもってるんだよね、昔の写真全部。そうで、中学校卒業してからは剃って、剃ってちゃんとね、こうキリッと眉毛なってたんですけど、今日はなんか間違えて地の眉毛の困り眉毛の方になってました。困っちゃった。暗闇なついな、暗闇の時も本当に困ってる。うん、シュンってなってる。それは可愛かった、本当に。眉毛ボーボーも可愛いか、ありがとね。うん、困りたくないよ、なんか困ってるみたいじゃん、ずっと。困ってないのに。困ってないっていうのによ。会いたいですね。お、なんと現在お話し会受付中です。こちらの左のバナーの上の方をタップするとお話し会申し込めるよ。会いたいな、リンクください。上手でしょう。ストーチの恋衣装の困り眉ひなちゃんに一目惚れしたもんね。ほんと恥ずかしいの。うん、眉毛のことは今まで触れないでいたもん、なんなら恥ずかしくて。そう、やっぱ中学校眉毛剃ってダメだったからさ、そういうルールがあったからさ、地の眉が困ってるからしょうがないじゃん。突然のリップ塗りたい。うんうん、ああペンが、ペンが溶いちゃった。
暗闇の前髪も可愛い。本当に重も前髪が流行ってましたからね、あの時は。すっぴん見たよ、ナイトルーティーン。おお、嬉しい。そう、私の岩田ひな個人ファンクラブがあるんですけれども、そちらでですね、なんと超大作、なんと21分14秒だけあるあの私のナイトルーティーンを大公開しました。もうね、ほんまにリアル、もうリアルすぎる。もうあれを毎日やってるほんまにリアル。うん、あれに、あの、そう思ったんだけど、たまにあれに、あの、なんかビタミン C とかの薬飲んでるぐらい今ないの皮膚科に行けてなさすぎて薬ないっていうね。ほんまにあれ、もうあれでしかない、マジであれそう、思った100倍リアルで見応えでしょ。ほんまにリアルなんやなって感じしたでしょ。そう、我が生姜に一遍の買いなす10年3杯ないでした。ギリギリまでひなちゃん見れて幸せでした。ありがとう、ひなと一緒に人生を過ごしてくれてまた復活の儀式を行ってね。うん、めっちゃ念入りにお肌手入れして偉いやった。いや、めっちゃ念入りにしとるように見えるやん。でもそんなことないよ、普通だよ。普通女子はね、あれ以上にやる人の方が多いレベルですよ、ほんまに。うん、マジ普通。あの動画編集するの大変そう、めっちゃ大変だった。もう本当に6時間かかったんだっけ私、結局なんか4時間編集しようと思ったら、わーねえ、ほんまにびっくりした。え、クモがさ、今私の画面の前に現れてびっくりしたやんけ、ほんまに。初めてだって、そのうわー骸骨もおるんかい。ドリーさん、トリックアトリートークモ、クモだったからちょっとテンション下がっておばちゃん、骸骨ありがとう。ガラ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 アベンヌの後に髪乾かしてからスキンケアのってびっくりしたあのね、お風呂から上がったらまずなんかすぐに潤いを顔にやらんといけんみたいなのを見て、でも確かにひな、お風呂から上がったらあのあれでなんかメイク落としのさ、あのなんていうんだっけ、メイク落としでいいのか、メイク落としとさ洗顔をやってるからさ、なんか乾燥しちゃう気がして、ひなちゃんはね。だからすぐにとりあえずアベンヌウォーターを使ってビャーってやって、そこから髪の毛乾かしますそう、髪の毛乾かしてる間にね、肌カサカサになるんよ。もう私多分めちゃめちゃ乾燥肌なんよ。もう鼻、この鼻の部分以外多分私めちゃめちゃ乾燥肌。そう、すぐ乾燥するもん、もうびっくりしちゃうほんまに保湿命ですよ。めっちゃパリパリなるもんね。にょにょ、うん、うんうん、あのドライヤー手を近づけてもいいのすごいでしょ。あれおばちゃんがくれたおばちゃんありがとうね、いつも。うんうん、スピーナーズの肌の綺麗さに感動したそう。あの日はね、ちょうどね、調子のいい日でね、撮りましたから調子のいい、お肌の調子がピークでいい時に撮ってるんでずるいでしょ。うんうんうん、そうそう、新潟行く前ね、そう、新潟行く前日、お肌の調子がピンクでよかったありますから。そう、うんね、す
品でもあのお根性だって嬉しい。そんなことないよ。うん、真っ白だったんですよ私の顔が。私真っ白なんだよね本当に。色がねなくなる顔からすっぴんだと。うん、努力のたわもの尊敬するよほんまにみんなやってるよ。全然だよ。そう、あとツルツルありがとう。うん、うん、髪乾かしたよね。乾燥しない。それ気になって先にスキンケアしてしまう。いけ、アベノオートしとるやん。乾燥したなと思ったらアベノオートしよるよ私は。見れば見るほど好きが増していく動画と思った。嬉しい、ありがとう。そんな風に思っていただけるな。そう、もうでも本当にファンクラブだからこそね、終始ずっとすっぴんな状態の動画を、そしてなんかおでこがもう全開な動画を上げれるなと思いました。はい、私おでこが広いのでね普段は絶対にあげないんですけどね。そう、卵状態、顔の色もないしもう卵じゃない、剥きたて卵。うんうん、超レア。ドライヤーの風浴びて渋い顔してるの好き渋い顔しちゃうよね、ドライヤーしちゃう時って。こうなんか顔にか風をこう送らないといけない。なんか顔にじゃないけど、髪にやった間にかこう髪の毛とかさバサーみたいになってきたりさ、風がこう目に来る気にさ渋い顔しちゃうくない？よし、入ろうか迷ってる。あー入って入って。孫が多めなのも貴重。いやほんまに眠たかったんやあの日。もうねなんかすごい、あの日確か新潟の前日何してたんだっけ。ちょっと今カレンダー見るね。カレンダーカレンダーカレンダー、うんうん、9月だっけ、いつだっけ、8月か、うん、いつ新潟に行ったんだい。 LINE キューブ渋谷、あれどこだどこだどこだ、どこで行ってるんだ、全然わからない。あった、うん、言えないやつだマロタ、せっかく調べたのにまだ言えないやつだった。なんで眠たかったのか言いたかったのに言えないや。うんうん、まだ解禁されてない。洗面所からウォーターサーバー経由して部屋のリアルでめちゃくちゃ良かったでしょ。私はそう、洗面所からウォーターサーバーに行ってから自分の部屋に行くよ。マジのルーティン、ガチ。 その前にあの冷蔵庫開けてなんかニキビのお薬を皮膚科からもらう、皮膚科のあのお医者さんからもらうニキビの薬が冷蔵庫に入れとかんといけない。冷蔵庫行ってあのとなんだコップ取って水です。うん、なんか冷蔵庫の中はさすがにお見せできないので省いたんですけど一応ルームでお知らせ。そう、情報保管できんのよニキビの薬、めんどくちゃよね。いつもめんどくちゃと思っちゃう部屋の中の移動ってめんどくさくない？なんかちょっとなのにそのちょっと動くっていうのがめんどくちゃい。うん、ほんまに
そう、地味にわかる？よかった、分かってくれて。喉乾いたな、冷蔵庫行くの、ウォーターサーバー行くの、うんってなる、いつも。そう、前髪の流し方大人っぽくて、髪、え、本当に今前髪めっちゃ長くて、もう本当この辺まであるかな。ちょっと伸ばしちゃったね、なんか育成させちゃった。切ろうか悩んでるんよ今ちょうど。どっちがいい？今ぐらい、今本当はこんぐらいあるんだけど巻いてるんだよね、こうクリーンって。今ぐらい長いのがいいか、長くてクリーンってするのがいいか、短くてクリーンだった、どっちいい？みんな超悩んでる今、それが一番の悩みってぐらい。平和かって、短くてクリーンの写真も見せてね、比較しようか。今超長い、短くてクリーンの写真は、これかな、今日のツイッターに上がったちょっと違う写真だけど、焦げ、今長い、同じ顔、あちょっとなんか来た、わー出た雲だよ。出たけど、母さん出かったりと、ありがとう、ありがとうね。どっちがいい？かわいい、かわいい。どっちがかわいいんだって。それを聞きたくってさ、写真用意したんだけど。うん、どっちもかわいい。どっちもかわいいか。長い方がね、ちょっと大人っぽい感じ。なの。自分が気になったら切ろうと思ってるんだけどさ。気になってきて。どっちがいいかな、今の感じが好き。どっちもいいけど短め、お、短いの、短い方がアイドルっぽい。確かに短い方がもうアイドルって感じかも。あ、短い方がいいんじゃ、みんな、あ、そうなんじゃん、一人しかおらんやん今の前髪が好きな人、悲しい。まあアイドル衣装を着るってなったらね、短い方が可愛いきね、短くしております。うんうん、パッツンでもいい、嘘だ、ひよちゃんのパッツン、ちょっとちょっと動かん、前髪固めすぎて前髪動かん、パッツン、パッツン、適当なパッツンだ、よいしょ。短い派、短い派だらけだ。切ります、じゃあ明日、明日切ります。うん、やはりパッツンだね、パッツン派がおる、珍しいね。私はもう絶対にこう分けるよ。でも一時期ね、パッツンにしてた時期あるんだよ、ほんまに。コロナの時期になんか戦場劇場やってた時期にやってたの、パッツン。でもやっぱひなちゃんはこっちの前髪の方が似合っとんなってなって、パッツンやめた。うん、さっさっさ、初期って前髪の分け身、そう逆なの、初期はねこっち流しだったんだけど、聞き顔っていうのが人間にはありましてですね、どっちが
どっちかがなんか自分の顔のなんていうのパーツの位置とか表情の感じでなんだよく見える方があって、その利き側が私左だったから、あじゃあ左を前髪こう流してよく見えるようにした方がいいなってなって、この前髪の分け目になった。利き顔違うなんでそんな利きなん、びっくりやで。うん、研究してるんだな、研究してるよ。そう、左右対称じゃないよ人間の顔大体が。うんうん、アイドルだね、アイドルだからね、もう7年目のアイドルですよ。うん、そう対称じゃない。みんなはどっちが好きなの、自分の顔の。みなちゃんは左、左。そうだからさ、あのなんだっけ、生写真とかさ、グッズでさ、たまに右向いてる方が使われてたりするんだけど、珍しいってなそっち選ばれたの珍しい最近なんかよく右使われる、やだーと思ったりもするキーが可愛いってこと。そう、どっちかが可愛いってこと。まあ綺麗とかかっこいいでもいいけど、アーシャは正面、そうアーシャは正面です。うん、超珍しい正面の写真はね、もうアーシャぐらいしかないんじゃないか、あの今の。そう、うん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 、あ、ちょっと自分で選べないのが大変そう。確かに自分が一番漏れてるのを選びたいが、最近ここあったらラブラブな感じするけど気のせいさあどうだろうか。自分でいいと思ってるのと、そうわかる、この写真いいなーって思ってるの知っても、なんか他の人はこっちの写真の方がいいみたいに言ったりするんだ。わかるよ、あーさてずっと野外、野外って読むよねこれ。そう野外、ずーっと野外眩しいよ、めっちゃ頑張ってるんだからひなちゃん、目開けるために毎年毎年めっちゃ頑張ってる、目光をーって浮きながら、ふーんってふーんって目がならないようにめっちゃ頑張ってる目。あ、屋外だ、そうだ野外ってあれじゃん、外、外じゃない、の野原の野あれ、うん、ね、頑張って生きてくれてありがとう、ほんまに頑張っとる、それだけは毎回褒めてほしい。意味は通じるし、おき優しいんだもう甘ちゃん、みんなに甘えて生きてる。そうコツはあるの、あのね、太陽に、あの太陽の方を10秒間目つぶってこうやって顔上げてみて、でパッてやったら目が開く。だからその10秒こうやって太陽の方を見て、よし、はい、ガシャ
これです。ほんまにあかん時はこれです。やってみて、ほんまにあくけん。そう、でも5秒ぐらいしたらね、効果切れるけん、また見にゃいけんけど。うん、よく効果切れありがとう。うん、そう、5秒で短い。でもその間に練習してもらって、パシャ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 。うん、でも火のね、あの目の色素が真っ黒なんやん。やけんね、結構ね太陽光に強い。なんか目の色素が薄い子はめっちゃ弱いんよ、太陽光に。かわいと、うん、目の色素ね、黒いからさ強いんですよね。お湯がきうれちいな。うん、カラコン的な黒さ、黒コン入れてるみたい。本当にね、爪真っ黒なんで。そう、白目と黒目がはっきりしてる。ほんまにそうなんや。もう白黒で構成されてます、私の目は。近いね。入れてるのかと思った。カラコン入れてないよ。プライベートで遊ぶとき、たまに調子に乗って入れるんですよ、私。そう。調子乗っちゃって。ダメっていうのをね、お仕事してるときはね、ダメ、入れちゃダメ。だから入れません。今日はお仕事してたので入れてません。黒目羨ましい。でもいいのは色素薄い系の目を羨ましく思うけどな。めっちゃ綺麗じゃん、茶色の目の人。好きですよ、私は色素薄い系。私が一生なれない色素薄い系こんなに黒いから。ヌさんとかね、そうそう、ありゃーいいね。何色の格好するの？私がプライベートでするときはなんか若干ピンクが入ってるやつ入れてます。ピンクブラウンみたいな色。でも絶対みんな入れてるとき分かってないでしょって思うぐらいめっちゃナチュラルなやつ入れてる。それ見たい。うん、ちょっと待って、写真で探してみよう。私が入れてる時、最近入れてないかな出ないかもね。うん、全然入れてない、全然入れてないよ。入れてないぞー。どうしてたー。うん、あ、ひなフェスやってる時入れてたはず。ちょっと待って、私の9月のひなフェスは入れているはず。ちょっと目の確認しよう。あ、入れてるな、これこれ、この目。あ、全然反射して見えんけど。
好みは入れてますね。はい。ピンクブラウン。こい。今の目とちょっと違うでしょう。これピンクブラウンカーゴン入れてます、この日は。ね。ちょっとね、あのピンクブラウン。そうそうそう、ドーン、顔ドーン。ね。わかりにくいか、私の今の目と比較比較されてもわからんかなってぐらいのやつですよ。本当わかる。あ、本当に結構違う。あ、本当に。あ、わかった。よかった、わかって そうそうそう、言えてた。でも分かんなかったでしょ、みんな知らなかったでしょ こんぐらい変わらんです。さあ、ちょっとちょっとブラウン、ピンクブラウンみたいになってるでしょ、うん、たまにね、すんごいたまーにしてます。いいでしょ、ナチュラルでいいでしょ。あのみんなが思うあのドーンみたいなやつをつけてないな。うん、みんなが知ってるドーンみたいな顔、こんではない、泣き、うん、顔にしか、顔しか見てないから気づかない。その顔の中に目含まれとるけど、髪染めてって言われたら何色にする？ピンク一生言ってる。私はピンクにするんだって一生言ってるんだ。ピンクにするんだ。すっごいなんかザ・ピンク、誰が見てもピンクみたいなピンクに見せたいし、あの落ち着いたピンクブラウンみたいな、ピンクパープルみたいな、なんか色にもしたいっていうピンクです。はい、あ、そう、アーニャくらいのピンクにしたいし、落ち着いたピンクにもしたい。うーん、ね、一度はなってみたくない人生でっていう思い。そう、でも今の私のこの地のこのブラックさんと別れするって思うとちょっと切ない。うん、もう20年も一緒だとちょっと切ない。20年この色だと思うとちょっと切ないけど染める前にここ切って保存しようか何やになるよ。モテ女さんがやるピンクブラウンス、モテ女さんがやるやつやりたい。じゃん、金髪、金髪、うーん、似合わなさそうじゃない、似合うかな、父さんみたいな喋り方になってきた。うん、入るから大丈夫。確かにこの辺が元の色が出てくるって思うもんね。いっか、じゃ染めて。今日髪トロントロンやな、なんかサランサラン、トロトロ自慢。うん、つぴよシルバーとか似合いそう。やってみたい。中二病心がくすぐられるぜいいな、シルバーかっこいいな。だいたい最強キャラじゃない、シルバーの髪の毛の色してる人。僕最強だから
って言ってシノブアニソン見ようかな。そう、あとあのなんだっけ、ハンターハンターのなんだっけ、あの人、あ出てこない、あアクセラレーターも確かに大体銀、あそうキルアだ、そうキルア、ちょれ最強になってみたいなでも銀にしとる人見たことないかも、なるんかなあったらごめんね、うんうん、キヌアと五条悟の様式同じ、そうなの、声優最初なんだ、やっぱ最強だからねえ、だんだんシルバーになっていくかな染めたシルバーではない、いつの間にかシルバーになったんだ、じゃあみんな最強になっていくってこと、つまりそういうことか、最強になっちゃうのか、ひなちゃんも悪くない、悪くないな、うん、いつだって最強の気持ちでいたいね、少しずつ覚醒してます、もうちょっとで覚醒の時が来るんだね、最強じゃん、白くなる前抜けていく、わっつらい、ひなちゃんねほんまに毛量少ないんよ、ほんまにね、もうガチガチ、ちょっとこう大丈夫かって思う時があるぐらい、なんかこうやったらなんかすっごいぺちゃんこなのもん、ほんまに毛量少ないけん心配になるよね、大丈夫かしら、まあツルツルになってもいいかっていう気持ちですけど、私うんあ、そう細い、それもある、超細い、猫っけ、猫っけやねん、猫やねん、わし猫やねん、髪の毛の質が猫やねん、にゃにゃやっぱり黒が落ち着きます、でもひなも多分ね結局黒に戻ってくるんだと思うほんまに思う、うん、チンを振った次にハートになってピースの逆で猫耳、うんうん、家に野良猫は言いついてるんだが世話してあげ、猫の恩返し来るかもしれんよ、髪の毛伸びたな、だいぶ伸びたけど本当にあとこんぐらい伸ばしたいな、あとこんぐらい伸びたらなって思ってしまう、ひにゃ猫飼いたい、ひにゃひにゃ帰ったら大変よ、超大変、絶対超大変
いや、めんどくさいと思う。やめといた方がいいと思うよ。うん。そう。いつの間にかひなちゃんに髪の長さ超えられた気がする。マジか。こうした？ヘアアレンジがしたいけどね。あとこんだけ伸びてほしい。ひにゃはどんな猫？ひにゃは美味しいものが食べたいし、もふもふのベッドを用意してほしいし、構ってほしいし、めんどくさいでしょもうね。そうそうそう、だから買わない方がいいと思うよ。そうそうそう、いけるんかい。いけますか本当に。シュール、定期的に味変しないと食べてくれなさそう。そうだよ、これは来た言うよ。今日は何々がいい。わがままにゃんこだよ。そう、来てくれんとわからんよって。確かに買ってみないとわからん。だがしかし、そんなお試しで買っていいほど簡単に買えません。一生見る覚悟ある人以外買えません。猫なの？ウサギじゃなくてヒナは。ウサギだね。親父の性格はウサギだ。ウサギおしゃぎおしゃぎ。なんか最近もなんか見ずかな、なんか話しとって、うさぎって言われた。ヤちゃんは動物で例えるとうさぎ。そう、どんどんうさぎに似てきた言われる。飼うと似るんやな、やっぱり。飼ってしまったからね、似るんや、ウサギに。ココアはクマ、違うよ、お猿さん。マフマフになるのか。そうだよ、クッションになりたい。うん、9時50分、ほんまや。ひな8時半に始めたっけ、7時半に始めたっけ、どっちだっけ。8時半か、びっくりした。10時半までやろうかな、せっかくだから。付き合ってくれる？今夜ひなちゃんに。ちょっと恥ずかしくなってきた。付き合ってくれるの？ああ、本当にありがとう。朝まで OK ってやったね。じゃあ朝まで一緒にや、ルン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 。
わあ、どんどんどん、どうした。音もします。音もして、やずあの夜に付き合って、お風呂入ってくる。いいよ、お風呂入って入りながら聞いてていいよ。うん、女の子、私、え、なんで、たとえ女の子であっても夜一緒にいたりするじゃん。爆語り爆語りしようぜ本当に。そう、今どこの人と二人きりとか全然なったことないけど、絶対女の子と二人きりの方が楽しいでグレンのレベルで私、そう、なんかね、二人になれるほど仲がいい人ってほんまに少ない。うん、ほんまにほんまにおらんぐらいのレベルやけん意見楽しいっていうのもあるね、きっと。うん、ほんまにね、めっちゃ語るよ私。もう なんかすごい、すっごい語るよ私。うん、女の子同士ってずっと話してるよ本当に。男の人同士ってなんでそんな話さんのって思うぐらい爆語りするよ。怖いよ。うん、だって余裕で朝迎えるんだよ二人で話してて。怖くない？あんまり怖いと思う。しかも電話とかでもさ、朝の5時とか6時とかなるで。怖くない？寝ろよって女の子同士は話は長いけね、気ぃつけほんまに。うん、そうね、夜が吹きていくほど盛り上がる。そうなんだよ、確かに。だし必要最低限でしょ。ほんまに信じられん、それ。ほんまに信じられん だいぶ前のショールームでひなちゃんとおきちゃんの会話が面白かった記憶。ほんまに面白いんよ女子二人の会話って、一生続くそう、うん、ほんまに楽しいんや。今の話から長い人いた、もちろんいたよ、いたよ。あ、でも楽しかったな。うん、あ、うん、全然やっぱ仲良ければ無限に話せるのかもね。うん、仲が良ければ無限に話せるのかもしれません。ひなちゃん2人大好きなんだよね。3人ってなるとね、急に喋らなくなるんだよねあれ何なんだろう、ひなちゃんの永遠の謎。あの偶数だったら喋るかも。偶数だけ24って急にね喋らない私。うん、でも6人とかなると喋らないのちょっとね、うん、4人が、うん、4人は喋るんだけど6人ってなるとあんま喋んないかもな。うん、4か2がひなめっちゃ喋る4か2の女です。はい、喋る、急に喋り出す。4か2で急に喋り出します。3と6は喋れません。ねえ、グースがいいみたい。うん、一人減らしたくない。よくないよ一人省いちゃダメよ。うん、
じゃあ MC を4か2。確かに4か2で頼もう。ほんまに。そう、でも結構今ひなが4か2で喋るっていうのに共感してくれる人がいっぱいいたから、これは多分あるんだと思う。人間の中に4か2はめちゃめちゃ滑ってしまうっていうのがあるんだと思う。うん、どんな時でも喋るさ方いるじゃん、ほんまにすごい。うん、尊敬に値します。ノーベル賞取れるかもしれん。検証しようか、みんなで2と4で話して、3と6で話して、2と4で喋る人が多いみたいな検証出したいぐらいの。うん、3人だと急に気まずくなるの分かっちゃうね。ね、なんか急に気まずいんだよね、全然喋らない。相槌打つぐらいの。そう、7253対1。でもひなは今こうみんなを見てないから一人だから悲しい。そう、そりゃ7253人もこう見とる中喋れんよ私。うん、一人でこんな膝抱えて喋れんよ。これ膝ね、体育座りみたいな体勢して。そうそうそう。急にズームみたいになってみんなの顔がババババババってこのショールームに映ったら私急に喋らんと思う。喋らんでもバレんか。当たり前にバレん。誰が話し出す。みんなシンってすることないでしょ。そんな7200人も一人のおすちさんズームの画面こんなんなの、みんな。あ、そうだ、クッションのね、ほい。ママがお呼び。投げたよん、ぶん投げ。あ、初見さんいらっしゃいませーん。必ずリードする人出てくる、確かに。7000人持ったら絶対おしゃべりさんおるけね。120でおしゃべりさんおるけ。自分おしゃべりです、この場回します、助かる助かる助かる。うん、お話し会大事でも緊張する。お話し会の日の大好きよ、だって2だもん。2だーって、わーい2だ2だいっぱい話できちゃおう。うん、お話し会が多分3人会だったら私多分あんまり喋れてない。あ、あなたがだよね。
とってよかった、話し会3人じゃなくて今絶対喋れてない。え、っていうかあのさ、メンバーペアのお話し会あったじゃん皆さん多分あの時すごい喋れてなかったよね、ごめんね、ほんまにもう今でも、うん、あのピアノの時さ、ひなほんまに喋り下手やったよね、急にどうしたみたいな、え、2で話してる時と全然違うじゃんひなちゃん態度って思ったよね、絶対みんな知ってるよ、ごめんね、うん、ごめんって本当にごめんって。メンバー2とファン1のやつ結構あの本当にそう下手だったよねごめんね。猫はかぶってたかな猫かぶってごめんねごめんね、ごめんってごめんって、ほんまに、うん、めっちゃね難しかったね、あれもね頑張ったんだけどね、自分なりに。あれこっちも気使っちゃうよねってやめた方がいいそのやっぱ2対1やめた方がいい、うん、3はダメだやっぱ、やめよう、うん、それがあったら怒ろうそれはでも気まずいじゃんってみんなで怒ろうよ2か4で頼むよってみんなで怒ろう、うん、こっちも気使うわ、面白すぎるやん、なんで他の人を気使って喋らんやけんのって感じやん、うん、4斬新ダブルデートみたいやねたぶんそれひな2で喋っちゃう4なのにあ、でも4喋りやすいな、うん、3人に話振るのも楽しいな。そう。うん、4の時に2の雰囲気作らんもんね。作らんくない？やっぱ。4人おる時は。3人じゃない。うんうん。4の時に2の雰囲気出さんよね、6とかなったら多分出すけどっていう、4の、うん、6の時は2の雰囲気出すけど4の時に2の雰囲気は出せません。うん、やっぱり1対1がいいですそれが一番いいですはい、2の雰囲気出す6の時は2の雰囲気出すよ私めちゃめちゃに出すよ、うん、うんうんうん、そう、6の時にね回せんねえそんな、うん、ほんまに人数って大事やな、今日の気づき、その苦手克服は難しそう、多分一生克服でき、うん、もともとが私陰キャンだからね、うん、陰のものだからそう2か4に限るね、うん、
今は何の雰囲気？今はふわふわしてる。ひなとふわふわしてる。うん。ふわふわーって。陰のものとして同意。よかった。陽のものに変わるに、陽のものに変わるには本当にあのおしゃべりができないとダメなんだろうなって、ダメなんだろうな、ダメなんだろうなって思う。うん、すごいよ。この前初めましてだったけど全然そんな感じしなかった。あのね、2で話してるからね。それ2で話してるから。ファンのみんなに対しては、うん、私はあの、うん、用のものかもしれない。だって好きなんだもん。そりゃ好きな人に対して喋らない、みたいな、ならないよ。当時のガチ陽キャは誰ですか？うわー、リコチ。リコチだな。ファンクラブの動画見たくてたまらん。ファンクラブに入ったらいいよ。なんだっけ、お弁当、コンビニのお弁当1個分のお値段でなんと加入できるので、ぜひコンビニお弁当1個分買ったらね、ひなちゃんの動画がいっぱい見れるし、写真も見れちゃうし、ブログも読めちゃうと思ってね、ご加入、ご会員様になってください。まあ、わかる、リコチか、ここはめっちゃわかる、わかる。うん、用のもの、用のものの生き物だ。本当に、でも一番は多分リコチだと思う、私の中で。 STU1 用のもの選手権やったら多分一番はリコチ。そう、羨ましい限り。ファンクラブ素敵な動画を投稿してください、ありがとうございます。いえいえ。あ、そういえば10月限定のボイスメッセージ電話のやつもなんと今日撮ったのでアップしますね。うん、ちょっと動画作らないととか待ってほしいけど、すぐアップします。ちょい聞かせやってほしいの？じゃあちょい聞かせしていいよ。やだな、なんか今回どこを聞かれてもネタバレになっちゃうからな。一回アップしてからちょい聞かせにしよう。アップするので待っててください。そう、まるで ASMR かのようなね電話になっております。イントロドンでもバレちゃうから、うん、ちょっとダメだ今回は。どこ聞かせてもネタバレになっちゃう。アップしたらね、ちょっとだけ聞かせます。あ、イヤホンで聞いてください、ぜひ。期待値上がってる、あげてこう。この間ひなつの配信で本当に寝落ちしました。ひなつの配信よく寝落ちしたっていうのを見ます。ひなが夜やるっていうのもあると思うんだけど、なんかみんなひなつあの癒しボイスで寝てしまってた途中みたいな、今起きたら終わってたって。
めっちゃ流れてくる。うん、声が心地いい。あ、本当に嬉しい。わい、さっき寝てた。ほらほら寝てる。いいよ寝ても。いい子いい子ねんねん。うん、なぜの顔ずっと見てたくなる。面白い顔してないよ。そうそうそう、ちょっとこう癒されるから嬉しい。別にね、小声で喋ってないのにね。声の周波数が素晴らしいのよ。おもろいな。読み聞かせの CD 作ってほしい。ひなでもね、読み聞かせ得意なんよ。あのほんまに私もうちっちゃい子大好きなんよ。で妹が保育園通っとった時に、なんか保育園の先生憧れとって、ひなが幼稚園か、幼稚園の先生憧れとって、で読み聞かせたことあるんよ。ほんまに先生みたいな感じで。そうだし、妹ちゃんにも毎回これ読んでって言われたり、言われなくっても私が読んで読み聞かせしとったけん。あの私はね、こんなこと言ったらあれなんですけど、子供に好かれるんですよ。そう、疲れちゃってしょ。うん、なんかプーっと、なんか結構昔にさ、なんか番組でなんか幼稚園生ぐらいの子と一緒に遊ぶみたいな、積み木で遊ぶみたいな、なんか木のおもちゃか、木のおもちゃで遊ぶみたいなお仕事した時に、もうバックスカレしてたよ私。自分で言う、みんなに連れ回されてたよ。こっちこっち、あっちあっちって、こういう感じになってたよ私。そう、こっちこっち、あっちあっち、あれしよあれしよ、見てこれ、うん、バックスカレしよるんですよ私子供に。で、うん、大きなお友達にも好かれているよ。大きなお友達にも好かれたいな。みんなに好かれたいからね。うん、そう、こっちこっち、あっちあっちってなった場合は、私はあの、じゃあ一緒にしようかって言います。じゃあ一緒にしようか、先こっち一緒にやろうか、そしたらこっち次一緒にやろうね、これです。親近感あるんかな、なんかあるんかろうね。でも多分やちゃんすごいさ、ふわふわーってしゃべちゃんの子供と話してき、ふわふわーって感じでしゃべちゃうからさ、そう。なんとかしようねーみたいな、うん、そっかそっかーみたいな、上手だねーみたいな、これもやってほしいーみたいな。言うてるからかな。うん、目線合わせてくれそう、めっちゃ目線合わせよ私、こんな。ずっとしゃがみながら話してね。やっぱうちらのことも赤ちゃんだと思ってる。みんなのことは大きいお友達だと思っているよ。声質、
声質、子供が好きな声質みたいなのあるんかな、なんとかしようかすごいね、かわいいねって言っちゃう、甘やかしたくなっちゃうよね、ちっちゃい子ってね。僕赤ちゃんだよ、大きい赤ちゃん、うんうん、ねえ、子供に好かれる嬉しいですか、とっても嬉しいですかなので、そうだから私もあのアイドル入れなかったら幼稚園とか保育士さんになろうと思ってた、そう超好きだ。あ、動物も好かれるかも、なんだっけ、あのなんかあったんだよな、動物に好かれた話が、あ、そう、みちゅのさん飼ってるチャコちゃんいるじゃん、チャコちゃんがさ、こう会った時に抱っこするんだよ、チャコちゃんのこと、でもチャコちゃんに嫌がらないの、ひなのこと抱っこされるの、ひなに、かわいいよチャコちゃん、そう、チャコちゃん結構嫌がら他のメンバー嫌々言ったりしてたらしいんだけど、そう、チョコちゃん抱っこしても大丈夫、うん、そう、うん、犬に結構なんか犬飼ってる人多いじゃん、なんか友達の家とか行っても犬嫌がらないね、ひなのこと、ペロ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 ってしてくれなんかすごいペロペロされるかも、ペロペロペロ犬がいるお友達の家にいた時のこと思い出したけど、すごい私ペロペロされてたなっていう思い出がなんか蘇った、うん、犬って激しいよね、愛情表現が、犬は可愛いぞ、うんうん、動物に分かるんだな、優しい人だって優しいよ私は、うんうん、うん、ねえ、動物に好かれるって羨ましい、好かれん、ガウガウされちゃう、うんうん、ひんなに任せて、そのいう時はひんなを呼んで、こんがらなきゃも好かれると思ってる、確かに好きだからね、ひなか、子供も動物もみんな好き、あーやばない犬は飼いたいよ、ウッサがいるからね、今はクッションを大事にするよ、後ろのクマさんの名前は何て言うんですか、これはクマだそうです、ああ、20分ありがとう、教えてくれて、25分ぐらいでいいか、ランキングルームの、うん、受け入れてくれると分かる確かに超ウェルカム、うん、金魚とメダカなら飼ってる、ひ
ひなも飼ったことある、ちっちゃい時金魚飼ったことある、メタカも。うさぎと相性いい動物っているかな。なんかさ X でさ流れてくるんだけど、猫とうさぎさん仲良かったりするんよ。びっくりびっくりじゃん。日本語喋るインコ習います。すごい、インコすごいよね。頭良い。意外だよね。かわいい。スピード感真逆な気がするのに、そう猫がなんかいやいやウサギに付き合ってるみたいな感じの動画流れてくる。うん、いやあれ行きたいんだよね、マザー牧場マザー牧場行きたいんだよね今。ウサギおるんだよ、マザー牧場。知ってる、みんな垂れ耳の。そう、マザー牧場でミルクのソフトクリームだな、みたい羊にも好かれそう。ひな羊年だから好かれるよ羊年さんだからね。千葉県行きたい。シティの YouTube 企画でしたです確かに確かに、昔マザー牧場来ました。いいな、楽しかったかな。バス旅いいね、みんなでね行きたいよ。マザー牧場みんなで行きたいよこうやって乳搾り体験しよう、みんな一人一回ずつ。うん、マザー牧場行きたい、絶対楽しいじゃんね。え、社員旅行で先日行ってきました、コブタのレースもありました。だって、え、先日行った人がいる、聞きたい話コブタのレース、何それ、かわいい、キュンキュキュン、いいな。マザー牧場行きたい欲が高まってきた。うん、いつかの夢でね覚えときましょう。ではランキングを読みます。10歳ステラさん、ステラさんのことが好きなさん。12位ゆうきさん、ゆうきさんのことが好きなさん。11位ボブさん、ボブさんのことが好きなさん。10位はなちゃん、大好きなさん。9位ひろさん、最初で最後のユミリンとのチリパ楽しみにしてるね。ねえ、しててバグが当たりするからユミリンとぜひ聞いてください。金曜深夜、ん、金曜深夜だよね。8位ポンタさん、ポンタさんのことが好きなさん。7位ザッキーさん、今日もチート急にキュートダンス好きやそう感情チートニャン6位アルマサトリアさん、アルマサトリアさんのことが好きなさん。5位セイトギョタランさん、ループもいいなと思ったお話し会だったで、やあら確かにループぜひまたお待ちしております。4位ドリーンさん、仕事終わりに癒されたぞ。4の雰囲気今4の雰囲気なんだ。さあ、マルトモちゃん、マルトモちゃんのことが好きなさん。2位もちもちもちさん、チリパも楽しみです、嬉しい。ゆみひなチリパね、ほんまにひなも楽しい聞くな
そして1位がドロロロパパーン、おばちゃんです。おばちゃんのことが引き出さん、おめでとう1位、おめでとう、パチパチパチもありがとう。今日はね、ずっと言えなかった、言えてなかった七並べのランキングも読み読みできたし、本当に遅くなって申し訳ない。うん、バタ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 してましたからね。よかった、読めて今日は。そう、あとまたね、七並べも今月もね、もうちょっとイベントが終わると思うのでそれのお礼ももちろん言いますしね。そう、あとなんだっけな、あ、そうだ、お話し合いが現在受付中ですので、最後かな、最後の受付かな、今やっておりますので、ぜひぜひこちらの、左のバナーの上の方をタップしてお話し会会いに来てください。会いにね、行かなくても会えるオンライン話し会もありますので、ぜひぜひどちらでもね、皆さんがご都合の良い時に会いに来てくださると嬉しいでございます。はい、よろしくだよ。うん、あ、初見さんもね、こんばんは、よろしくね。それではスクショタイムしようか、行こう、泣けてほしいポーズをコメントしてね。本物可愛かったから追加しちゃう、待って嬉しいけど、本物可愛いよ、追加しといて。あ、猫が多いにゃ、猫こっちかにゃー、なんかハロウィンの背景と合ってるね、にゃー、猫耳ひにゃひにゃちゃんでしゅ。指で猫耳、指で猫耳そう、今日もね、なんか2時間も話してるの信じられないよね。何人お話したかというと、なんかで、ね、ほんまに友達と話すみたいな雰囲気でいつも話しちゃってごめんね。仲良しだからさ、うちら、やっぱうちら仲良しじゃん、ほんまに。2の雰囲気の話してたね、なんか今日はずっと。そう、2の雰囲気で話すっていう、なんだその話は。あ、長時間ありがとう、ナイトルーティン動画見てきますって、嬉しい、ファンクラブのね、ナイトルーティン動画なんと21分もあるので、もうめっちゃ編集頑張ってるし、ぜひファンクラブの会員様になってね、見てくれると嬉しいでございます。はい、一緒にかと、こちらこそ見てくれてありがとうね。そうだよ、長編なの、ちゃんとみんながお風呂入りながら見てもいいですけど、お風呂上がった後にみんなが一緒にこういろいろできるようなね、21分もあるからちゃんと一緒に夜過ごせる時間の動画アップしてるので、よろしければですね、今日も皆さんお風呂から上がったら、あの動画見ながらね、一緒にね、スキンケアやってくれると嬉しいです。あ、ちょうど髪の毛乾かしそうな時間、確かに髪の毛こう乾かしながら見てもいいし、そうです、ぜひぜひ、もう同棲してるんかっていう感じでよろしくお願いいたします。そう、ではでは、本日も皆さん、おずぴよーでした。またね、ありがとう、ずっと聞いてくれて見てくれて、ではではまた会いましょう。あ、フォローしない人はハートのボタンをピンクにしてフォローして、X とインスタの、あ、TikTok のフォローもよろしくお願いいたします。フォローしてねー。岩田ひなだよー。では、バイバーイ。